マイラッキーチャーム。皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今日も楽しくマイラッキーチャームお届けしたいと思います。いよいよ今日から2月の放送ということで、2月の7日ですよ。2月だよね、社長ね、うん、はい、2月困りますか？大丈夫ですか？なんか怖くなっちゃう。だって、はいはい、あまりにも早いじゃないですか、月日がね。まあどうしよう。しょうがないですよ、それだけ一生懸命 ね生きてる証拠じゃないですか。私鎌倉時代から生きてるんですけど。はいはい、鎌倉時代から生きてる。いやー、こんなに早い。あの頃はゆっくりでした、鎌倉の頃はね。ゆっくりでしたよ、ほんとゆっくり時は過ぎましてね。え、ほんとに一番心に残ってるのは明治維新ですかね。明治維新ね、幕末時代が衝撃的でしたね。まあいろいろなんていうの、照明とかもできて、まあ夜でも昼のようにね明るくなったりしますんで、まあ夜日が暮れたら眠るみたいな、そういう文化がなくなってきてますもんね。そうですね。で、戦争なんか朝方にいますもんね。はい。で、まあ戦争なんかでもこう二六時中戦ってるじゃないですか。でも夜中でもね爆弾が落ちてきたりとかする時代なんですけど、戦国時代で源氏と平家がこう戦国時代じゃない、こう鎌倉時代、戦ってる頃は、まあのどかな時代だったみたいで、まあ、弓の名手と言われるような那須野与一さんなんていう人がいて、遠く離れたところから、正確に狙ったところに、まあ、弓を撃てるみたいのがあってね。で、まあ、源氏のその那須野与一がピョーンとこう撃って、でいろんな人をやっつけたりしたんでしょうけど、まあ、日が暮れたらそろそろ日が暮れるから、じゃあ今日の戦争は終わりにしようね、また明日、何時になったら始めましょうみたいな感じだったんです、当時はね。そうすると、じゃあせっかくだから那須野与一さん、どのぐらいね、あなたの腕はすごいのかっていうのをみんなの前で見せてくださいと言って、その源氏も平家も両方いる前で、那須野与一がこう弓を引いて遠くのね、その先にある窓に当てて、まあ、敵味方なく拍手が起きたというぐらいのどかだったっていうね、戦争もね。あの頃は良かったですよ。あの頃は良かったっていいね、そういうリアリティがあってね。皆さんもう多分ね、鎌倉時代から生きてる方はいると思いますよ、うん、いや多分ね、内緒で実はいるのかもしれないですね、わかるんですね。ずっと生きてるんですね。幼馴染とか何人かをご健在なんですか？あ、皆さんダメですね、お亡くなりになりました、ね、あ、結構ね。そうです、私だけがまあ鎌倉から生きてる感じですからね。あ、なるほどなるほど、はい、そうなんですね。まあ、あの先週も言いましたけど、まあ、2月になってプロ野球もキャンプに入って、やった、はい、まあ、あのスポーツ好きな方はね、サッカーとか野球とか徐々にキャンプとか入って、あ、今年の応援してるチームはどうなのかなって楽しみにしてるんじゃないかと思うんですけども、まあ、野球は、まあ、春始まって、3月末ぐらいに始まって11月ぐらいに終わりますよね、
でサッカーもだいたいそんなようなスケジュールでやっていたんですけど、うん、今度2026年からサッカーの J リーグのスタートが、秋に変わって、8月の終わりとか9月の初めにスタートするんですね。そして翌年の5月とか春先に終わるという秋春制というのに移行するんだそうでございます。応援者も寒くてね、真冬ね、だから寒いところでやらせるわけですよね、見るわけですよね。 それに関してひとみちゃんどう思われますか。賛否両論あるんですけどね。そうですよね。でも、まあ、好きなチームを応援するんだったら、まあ、着込んじゃっていくかもしれないですね。あ、冬でもね、冬でもね、あのやってる選手っていうのは夏にサッカーをするっていうのはむちゃくちゃ大変みたいなんですよ。本当にね、死にそうだと思いますよ。だ、まあ、統計的なデータを取るとその走る距離とか、そう、すごいですからね。そういうのがやっぱ夏場パフォーマンスがむちゃくちゃ落ちるということと、あとは海外のサッカーがだいたいヨーロッパが、まあ、秋に始まって春に終わるということなので、移籍とかをしやすくするために日本もそれに合わせましょうということなんですけどね。さあどうなんでしょうか。果たして、まあ、あのサッカーだけがそういうシステムをして成功するのか。学校がねやっぱりこう4月に入学して3月に卒業するというような文化ですから、どうなんでしょうね。まあ、かつて小池都知事が秋学期とか秋入学制度とか言ってましたけどもね。そうね。でもやっぱり、春に入学がいいかな。桜の季節に。そう思いませんか。自分思いますね。なんかサッカー先進国、ヨーロッパがそうだからといってね、合わせる必要はないような気がするんですよね。日本は日本ですよ。桜と入学式ですね、はいはい。でなんかね、そのサッカーは秋に始まって春に終わるっていうと、なんかすごい進歩的な、うん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 、革新的なような感じがするんでしょうね、言ってる人もね。そうですね。で沖縄の基地反対、とかって言ってるような人となんとなく似てるようなところが ありますよね。そうね。沖縄のことばっかり言わないで北方領土のこともね、ぜひ皆さん言ってほしいなと思いますけど、2月は北方領土の日とか竹島の日とかもありますのでね、北方領土は日本固有の領土ですとひとみちゃんはずっと言い続けてますよね。はい、あの南道からね、はい、あの本が刊行されてるじゃないですか、うん、ね、まあそうなんです。なんで、まあ、あの沖縄のことだけじゃなくてね、まあ、いろんな、今近隣諸国からの脅威、いろんなものが増えていますので、真剣にね、考えてみていただければと思います。そうですね。はい、スポーツもそうやっていろいろ変わりつつあるし、すべて変わりますね。はい、うん、夏はまた日本暑いじゃないですか。だから昔決めたことが今ねちょっとやると大変だっていう変化があるかもしれないですね。夏がものすごく暑くなってきましたからね。夏はさ、高校野球とかあるじゃないですか。あ、かわいそうね、高校生もね、あの真夏の中ね、炎天下の中で好きな人多いじゃないですか、あれね。そう、好きな人多いですね。で夏の甲子園反対とかっていうとまたいろいろ言われるんでしょうね。ずっとやってきたことですからね。ひとみはどう思いますか、夏の甲子園。猛暑じゃなかったら全然いいんですけど、ちょっとかわいそうかなと思いますね。まあ、ちょっとかわいそうですよね。ただやっぱ球児自体がね、あそこを目指してるわけなので、やめましょうっていうのも気の毒な気がするんですけど、まあ、個人的な意見としてはですよ、うんうん、まあ、日本小さい国ですけど、あの北海道から沖縄まであって、北海道の釧路なんていうところは夏でも最高気温が25度にならないんですね、うんうんうん、なので、夏の高校野球は釧路でやるって毎回決めれば、もうちょっといいパフォーマンス、本当だ、エースだってその8回9回にねこう疲れたりしないでもう何回でも投げられるような感じになるんじゃないかなと思うんですけど、そう、場所を変えればいいかもしれない、ね、場所を変えればいいと思うんですけど、釧路の人は喜ぶかもしれないですけどね。まあずっと甲子園で、まあ、いろんな商売をやってる方とかは困るんでしょうね、きっとね。うん、そうかもしれないけど、でも高校球児にしてもやっぱり涼しいところでやればパフォーマンスも伸びるしね。そうそうそう、ちょっと場所変えた方がいいかもしれないですよね。まあ、全てにおいてね、100点満点の正解はないかもしれませんけど、そうそう、いろんなことを考えてみていただけたら、まあ、幸いかなと思います。そうですね。はい、はい、ではここでまたひとみちゃんの曲を1曲お届けしたいんですけども、はい、まあ春の選抜もありますし、プロ野球もキャンプしたということで、ベースボールプラネット、はい、はい、お届けしたいんですけど、はい、
今日も恒例でございます、ひとみちゃんからリスナーの皆様に難解な謎々。はい、ひらがなでしか作文を書けない虫は何でしょう。ひらがなでしか作文を書けない虫、さて何でしょう。さあ、こういう虫がいるんですね。いますね。はい、パッと聞いただけでこれ難しそうですけどねさあ、本間社長わかるでしょうか。じゃあ考えながらひとみちゃんの曲を聴いてください、はい、ベースボールプラネット、どうぞ。野球をするためにこの星に来たよ。ボールをどこに投げればいいのか迷ってばかりの毎度。腕は固まり足はすくむけど、優しさ愛情勇気希望、君の想いに背中を押される。ベースボールプラネット聴いていただきました。懐かしいね。結構懐かしめる歌ですけど ね。最近はこういろいろ新曲ばっかり歌ってるじゃないですか、うん、たまにはその前の曲とかね、はいはいはい、歌ってみましょうか。歌ってください、どうぞ、ね、はい、ね、新曲を披露しながら昔の曲もどんどん忘れてしまっちゃうもんね、皆さんがね。やっぱりね、認知症とかね、健忘症とかになりますから忘れない程度に歌っていくって大事だと思います。大事ですね。はい、はい、ベースボールプラネットを聞きながら皆さんはひとみちゃんの謎々を一生懸命考えたと思うんですけれども、
ひらがなでしか作文を書けない虫は何でしょうか、はい、という問題でございました。さあ下田ディレクターは分かったでしょうか。全く分からないという感じでしたけどね。僕も歯が立ちませんでしたけども、はい、正解をじゃあお願いいたします。カナブン、カナブン、カナブンって言うんですか。カナブン、はい、カナブン、カナブン、はい、なんかカナで文章を書くんですね。カナブン、はい、正解はカナブンでございました。皆さん分かったでしょうか。ひとみちゃんの番組を聞くとね、頭も良くなる。すごくいい番組でございます。ではここで、はい、株式会社ナウンドからリスナーの皆様に本のプレゼントです。はい、英語を学習するには文法を学ぶってことは大事ですよね。文法大事ですよね。はい、文法が簡単に分かりやすく学べる本でございます。英文法 Before and After、はいはい、かなり分厚い本なんですけど、これ分かりやすくてね、はい、色刷りになっておりますので、はい、皆様の英語学習に役立つと思います、はい、こちらの本を5名様に、そしてはい、そして番組からはですね、可愛らしいトートバッグを1名の方に差し上げたいと思います。はい、じゃあ欲しい方はどうしたらいいですか。はい、mail@775fm.com、 mail@775fm.com までメールください。お待ちしております。はい、では参りましょう。江中ひとみと語ろう。今日はですね、はい、面白い喧嘩について。喧嘩、まあよくしますよね。喧嘩をやめてなんて歌もありましたけど ね、あのまあ喧嘩しやすい人と喧嘩にならない人と、まあいると思うんですけど、長野さんはあまり喧嘩しませんもんね。いや、そんなこともないと思いますけど、まあ喧嘩もいろいろありますよね。兄弟喧嘩、親子喧嘩、まあ大きくなるとあれですね、戦争というレベルまで本当だ、国と国が戦っちゃってしまいますので、この喧嘩もまあどうなんでしょう、まあ良くはないんでしょうね。でも喧嘩することによってなんかこう仲良くなっちゃうっていうこともありますもんね。まあ、ありますね、ありますね、うん、あの何ですかね、こう喧嘩っていう、こう喧嘩した後に黙り込むタイプと、はい、つっかかってもう負けずとこう言い返すタイプとあると思うんですけどね、あのどっち派ですかね。どっち派っていうか、まあ別にそうですね、喧嘩ですからね。喧嘩になればなんかあの納得するまでやるんじゃないかと思いますけど。あ、そうですか。あれで黙、ひとみちゃんはあれなんですか、喧嘩になったら相手を殴ったり蹴ったりとか、そういう風にするんですか。言葉だけでやるんです。最初は黙りますね。喧嘩になったら黙る。あ、こう喧嘩っていうか、こうバーンってきたら、はてこの人は何を言いたいんだろうって、こうあれ。でもそれはまだ喧嘩じゃないんじゃないですか。一方的に言いがかりをつけられてるだけですよね。うんうんうん。だけどそこでバーンって言い返すのが喧嘩なんだけど、言い返したら喧嘩が始まる、うん、始まるんですよね、うんうん、だからあの難しいんですよね、喧嘩ってね。よくほら私の歌で、喧嘩しているあいつとあいつ、それでも見事調和しているって言ったらしいんですか。はい、哀愁のビルディング、はい、だから喧嘩してても、うん、まあ何ですかね、調和が取れてるってことは人間だから調和が取れるんですよね。はいはいはい。よくその喧嘩すると言いくるめようとする人と、あとはこうなんとか仲直りしようとする人と2通りありますもんね。喧嘩する以上ね、まあ複数の人がなんかあの議論なり何が戦ってるわけなんですけど、自分が正しいと思ってやってるわけですから、まあその対象となる人を屈服させるというか、まあ、やっつけるまでやろうというのが、まああれなんでしょうね、喧嘩をしてる人の心理ゆえに、まあ戦争とかになった時にはもう徹底的にやらないと終われないみたいなね、振り上げた拳を下ろす場所が見当たらないっていうのもあるでしょうね。そっか。でね、ここでね、あの大切な相手を怒らせてしまった時の仲直りする6つの方法をご紹介します。6つ、はい。まず1つ目、まず1つ目、はい、先に謝る、これ大事かもしれないですね。あ、いいです、これなかなかできないですけどね、皆さん先に謝ってください、はい、そう。2つ目、はい、なるべく早めに解決をする。あ、長引くとね、着地点がなかなか見出せません。お互いの気持ちや意見をしっかりと伝えて話し合う、はいはいはい、あとは、感情的にならず冷静に考える、はい、あとは一緒に食事などをする。あ、なるほどなるほど。まあ、喧嘩しててもね、食事大事、はいはい、それあと 6つ目、一方的に相手を責めない。
ああ、はい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 。すべて相手が悪いっていうふうに言わないでね、私もここは悪かったっていうことをなんか言ったりするといいんでしょうね。で、あとはちょっとこう言われたらね、うん、あの無視というかこう黙ってこう冷静にしとくとか、うん、あとは感情的にならないとかってあるんですけどね、まあ仲直りはその日のうちにとか、そしてありがあのいろいろ教えてくれてありがとうって言うんですって。だから気づかないことで怒られたりしたら、あ、教えてくれてありがとう、そうだねって言うと円満になるんですって。なるほどね。なんかね、いろいろ100対0でどっちかが悪いとかっていうわけにないですもん ね, ね、どちらかにもやっぱ行くばっかの日はあったりするのかもしれないので、その辺をこう尊重し合いながらで自分も、うん、まあ、その辺を反省したりすることによって先に進めるのかもしれないですね。背負いてばっかりでもしょうがないんで、自分は悪かったなって思うといいのかもしれないですね。はい、BGM が出戻りすずめ流れております、はい、皆さんも先に謝っちゃいましょう、うん、それが一番彼氏ともうまくいくんじゃないですか。彼氏彼女ね、あまあね、例えば恋人同士で喧嘩しても、うんうん、ああやっちまったなと思っても、うん、まあなんていうのかな、先に謝ると、うん、次からなんとなくこう立場が弱くなるんじゃないかみたいなね、そういうような思いから謝りそびれてしまってるっていう人もいるんじゃないかと思いますけど、まあ先に謝って、うん、相手も許して、そうさらに仲良くね、そうすると相手も、いや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 、僕の方こそごめんとか、私の方こそごめんなさいってなっちゃうもんね、まあ、なんかね言い続けるよりは、うん、いや私が悪かったと、いやいや俺が悪かったよ、いやそんなことないの、全て私がとんでもない俺が悪かったんだみたいな感じになります、そしたら食事しましょうよねそしたらこう彼女か彼氏の、まあ、お腹空いてるとね、なんかちょっと腹が立ったりしますから本当ですか、食事をしてそうそうそう自分が謝る、そう、それが一番いい方法ですかね。ひとみちゃんのこのなんていうんですか、カタロースは毎回いいテーマを選びますけど、これはどういうふうに考えるんですか。テーマですか。テーマを考える、いや、なんとなく浮かんでくるんですね。浮かぶんですね、降臨するわけですね。降臨しますね、今週は喧嘩で行くぞみたいなね。そう、うん、で、みんなが平和になればいいじゃないですかね。そうです、平和が一番ですからね。平和が一番です。そして人の喧嘩に入らない、よくいるじゃないですか、どうかされましたかみたいなね。そういうのは大好きな人いますよねでも喧嘩が収まろうとしてる、大した喧嘩じゃないのにかえってなんかね、あのもっと火をつけて、そのあの人はこんなこと言ってました、こんなこと言わせてていいんですかとかね、なんかお互いにこうマッチポンプみたいなことする人がいますけどね、うん、でもほっといて、2人はもう大丈夫なんだから仲直りするの、正解して目を持ってあげることも大事ね、周りはね。ですね、そうはい、ね、はい、じゃあひとみちゃんのね、今日の教訓は、喧嘩をしたら先に謝り食事をするということでございます。はい、BGM エンディングの曲が流れてまいりました。博士タイムマシンができました。懐かしい、これも懐かしいですよね。懐かしいですね、最近は懐かしい曲をいっぱい流してくれて、はい、まあもうすぐね、ひとみちゃんもね100曲シングルが出ます。今97曲ですか。あと3曲今ね、9月21日には100曲記念ホールワンマンライブも渋谷プレジャープレジャーであります。土曜日319席のね、まあ、比較的、まあ、ひとみちゃんにすれば大きなホールで、そこで歌いますので今ね、売れてるチケットが6席ということなのであと313席残席がありますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。ひとみちゃんの個人 LINE、 個人メッセンジャー、個人 DM でお申し込みください。はい、ひとみ情報でございます。2月の11日インターコンチネンタル横浜グランドホテルで、はい、りんちゃんのバースデーライブにゲスト出演ということで、はい、フランス料理も出て2万7000円でございます。フランス料理がお好きな方、まあ、りんちゃんお好きな方、ぜひお越しください。では間もなく日付が変わります。2月の8日になりますね。はい、はい、その日にお生まれの方の性格、花、はい、宝石、はいはい、お花は金銭花、お石はルチルクォーツ。この日にお生まれになった方の性格です。真面目で堅実で考えをしっかり持った人、広い心と優しさを持っている、自分の物差しで人に押し付けない、おおらかな人が多いそうです。
なんていい性格。いいですね、穏やかで優しくてね、はい、はい、そういう人になりたいもんでございます、はい、今週も最後まで聞いていましてありがとうございました、はい、では来週まで、はい、See you